んにちは、農業屋の大島です。暑さ寒さも彼岸までと言いますが、すっかり春らしい気候になってきましたね。春といえば野菜作りのシーズンです。種や苗と同じぐらい大切なのがこの耕運機です。耕運機は畑の土を耕すのに大変便利です。耕運機を使おうと思ったら故障した、不具合が出たということを防ぐために事前にメンテナンスをしておきましょう。今回はお家で簡単にできるメンテナンスをご紹介します。まず1つ目にオイルをチェックします。オイルのチェック項目は2つです。まず1つ目に規定量が入っているかをチェックします。蓋を開けて中を覗き込めばチェックできます。そして色が黒くなっていたり茶色くなっていないかもチェックしておきましょう。オイル交換の目安は取扱説明書にも載っておりますので確認しておきましょう。そして2つ目が燃料です。燃料は1ヶ月以上使っていない場合は古いものを抜いて新しい燃料を入れておきましょう。燃料は最初はピンク色をしておりますが、日が経つにつれて透明から黄色くなってきます。また酸っぱい匂いがしたら交換時期ですので新しい燃料を入れるようにしましょう。3つ目がプラグです。プラグは黒くなっていたり白く汚れていたら掃除や交換をするようにしましょう。そして最後に爪とエレメントを見ます。まず耕運機の爪がこのようにすり減っていたら作業効率が悪くなってしまうので交換しておきましょう。そしてこちらエアクリーナーカバーを外して A 面ともチェックしておきます。このように綺麗な状態であればこのままでも大丈夫ですが、あらかじめ使う前には掃除をしておきましょう。そしてもしこのように黒く汚れてしまっていたら交換時期ですので交換をするようにしましょう。このようにお家でできる簡単なチェックをしておくだけでも耕運機を使う前の故障が防げたりもしますので、ぜひ挑戦してみてください。またお家で点検するのが難しい、点検してほしいという方には農業屋の点検パックをご用意しております。今ご説明した点検項目を含む全23項目を点検して、さらにエンジンオイルの交換もして3000円のパックとなっております。農業へのスタッフが一つ一つ丁寧にチェックをさせていただきますので安心してお任せください。野菜苗の入荷も始まりました。野菜作りシーズンはこれからが本番です。農業屋へのまたのお越しをお待ちしております。